唐揚げ。商店街の飾り付けもすっかりクリスマス一色。学校も明日から冬休みというんで、剣坊嬉しくて仕方がありません。走って家に帰ります。お母ちゃん、今日ご飯何？なんやいな、それが挨拶かいな。ただいまやろが。ああ、ただいま。なんやの、その言い方。もうええわ。早いこと手あろうて、うがいしいや。風邪も流行ってんねんから。わかってるじゅうねん。なあ、ご飯何？もううるさいな。今日はあんたの好きな柏の唐揚げや。なんちゅうてもクリスマスやさかいな。お母ちゃん、菓子は言うのやめてえな。クリスマスやったらチキンやで。何がチキンや。菓子はは菓子はやんかいな。ほな何か、クリスマスには菓子はがチキンになるっちゅうことか。ほたらお母ちゃんかてよしこやのてクリスティーヌ。ああもうええわ。うちはこれやからな。ムードもなんもないわ。何がムードやねん。大阪ドームみたいな顔して。大阪ドームは母ちゃんの髪型や。友達もみんな言うてるわ。なんやて。ふん、うまいこと言うな。それよか、おやつ買うてきてんねん。ほれ、サンタせんべい。サンタせんべいって、これ瓦せんべいにサンタさんプリントしてあるだけやん。なんかかえってダサいわ。クリスマス言うたら普通ケーキと違うんかい。何言うてんの。あんた小さい時から生クリーム食べたら必ずお腹壊すよってお母ちゃんわざわざ買うてきたってんで。瓦せんべいおいしいで。そんなもんいらんわ。唐揚げいただき。あ、こら。ああ、なんでうちのお母ちゃんはあないにセンスないんや。ああ、寒いな。しもた、上着忘れた。もうええわ。どないしようかな。そや、そう言うたら、たかしくん、新しいゲームあるから一緒にやろう。言うとったな。よっしゃ、たかしくんちにいたろう。たかしくん、あらけんちゃんいらっしゃい。たかし、けんちゃんよ。さあ上がって。お邪魔します。ああ、たかしくんのママはええな。美人やし優しいし、なんかおしゃれや。あ、けんちゃん、僕の部屋でゲームしよう。うん、あれ、なんかごつい匂い。あれ、何？ああ、あれ、七面鳥。ええー、七面鳥初めて見たわ。七面鳥ってなもん、こっついな。そう？それよりケンちゃん、サンタさんにもうプレゼントお願いした？え？してへんよ。僕はもうイケイケレンジャーセットお願いしたけどな。え？お願いしたらそんなええもん持ってきてくれんの？しもた、知らんかった。そうやで、その代わりええ子にしてなあかん。悪い子には持ってきてくれへんねん。そうなんや。帰り道、剣坊は考えてみた。僕ってええ子かな。そういや、こないだ道に迷ってたおばあはんを駅まで案内したったで。ほたらお礼にっちゅうて500円もうたんや。そんでお母ちゃんには内緒でラムネ3本買うて一気飲みしたのはええけど、
お腹壊して、結局そのことがバレて、げんこつ3つや。あかんな。僕の去年のプレゼント、落語絵本ってなんやねん。けどとにかくお願いだけでもしとかなな。ダメ元や。欲しいもん、欲しいもん。そうや、たかしくんのママみたいな美人で優しいおしゃれなお母ちゃんや。もうあんなお母ちゃん嫌や。とその途端雨がザーッと降り出した。うわあ、雨や。どんならんな。もっと早いこと帰っといたらよかったな。ただいま。まあ剣坊、どこ行っとったんや。校内に濡れてしもて、黙って飛んで行くよってに迎えにも行かれへんし。さあ早いこと着替えて、風邪ひくがな。あれ、あんた熱あるんと違う？えらいこっちゃ、はよ布団入り。ああ最悪のクリスマスや。まだ雨がしとしと降ってんな。そやけどクリスマスやったら雪と違うんかな。地球横断かっちゅうやつで、雪も長いこと見てへんな。そやけどサンタさん、こんな雨の中プレゼント配ってるんかな。ご苦労さんやな。ああ今頃みんな晩ご飯やろか。唐揚げ食べ損ねたな。あれ、あそこにいるのお母ちゃんか。あのな、唐揚げな。あれ、お母ちゃんと違う。なんかええ匂い。長い髪。あの後ろ姿はたかしくんのママ？僕のお母ちゃんになってくれたん？やった、サンタさんがお願いを叶えてくれたんや。うわあ、ごちそうもいっぱいや。ケンちゃん、さあ召し上がれ。と振り向いたその顔は、うわあ、七面鳥や。今日からあたしがケンちゃんのママよ。さあいつまで寝てるの？早く起きて勉強しなさい。痛い痛いって、つつかんといて。だいたいなんで七面鳥が喋ってんねん。メルヘンの世界では何でもありなのよ。何がメルヘンや。お前の顔が変や。痛いがな、やめてーな。痛いちゅうねん。うわー、助けてお母ちゃん。剣坊、剣坊、大丈夫か。あ、お母ちゃん、よかった。お母ちゃんでよかった。何を言うてんねん、おかしな子やな。夢でも見たんか。うん、なんでもないね。それよりお母ちゃん、お腹減った、唐揚げ食べたい。そんなもんとっくにあれへんがな。唐揚げ、唐揚げ、唐揚げ。食欲が出てきたところを見るとよかった。熱下がってるわ。唐揚げなんかまたなんぼでも作ったらさかいな。さあお天気はどうやろ。お母ちゃんがそう言ってカーテンを開けると、おひいさんがパーッと差し込んで、心は晴れ晴れ。雨もカラッと上がりました。おしまい。
どうだったかな？これはなにわの落語絵本だよ。だから喋り方が違うんだね。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンを押してね。では次のお話でまた遊ぼうね。